最上川下流では19時50分に警戒レベル4相当の氾濫危険情報が発表されました。氾濫危険水位に到達し氾濫の恐れがあるため直ちに市町村からの避難情報を確認するとともに各自安全確保を図るなど適切な防災行動をとってください。こちら現在の様子ですね。いただいている天気の報告です。この時間も活発な雨雲がかかっているのが確認できます。この後もですね再び水位が上がる可能性もありますので川の様子など決して見に行かずアプリなどから詳細確認するようにしてください。そして今後の雨の様子も確認していきましょう。20時から時間を進めて見ていきますと、はい、このようにまだまだ雨が降り続き一度弱まっても再び強まるタイミングもありそうです。今後も河川の氾濫など、新たな災害の発生に厳重な警戒をしてください。最新の気象情報や河川の情報についてはウェザーニュースのアプリからご確認いただけます。